こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、酒の細やかなるは元多杯にあらずです。酒が本当に美味しいのは、たくさん杯を重ねることとは無関係である。何事もじっくりと味わってこそ、その良さを理解でき、自分の中に深く刻み込むことができることを教えます。最根端の花は半開を見、酒は鼻薫を飲むと同種子の言葉です。それで今から、酒の細やかなるは元多杯にあらずを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。